東扇島にある川崎マリエンに映る朝の日、新春を迎えた川崎の南部を歩いてみましょう。ここは多摩川の河口付近、大師河原。日本でも有数の干潟で、冬の渡り鳥たちが餌をついばみ、羽を休めています。全男全女の波が押し寄せる、ここは川崎大師平賢寺。今年も三が日の参拝者数は全国第2位。皆さんの祈願は景気の回復、それとも合格？それを知るのはだるまさんだけなのでしょうか。平賢寺の隣は大師公園。ここにある信州園は友好都市である中国瀋陽市から贈られたものです。新年を迎えた川崎の天平、落ち着いた中にも120万市民の息遣いと発展していく力強さがあります。